はい、こんにちは、こんばんは、ベンジャミンダブです。よろしくお願いします。今日はですね、こちらでございます。ででん、ライゼン5の2600、こちらね、今ね、中古でめちゃくちゃ安いんですよ。こちらね、6000円とかで買えちゃいます。6000円から7000円ぐらいで買えちゃう。コスパ、コスパという意味というよりは安いって感じ。安い CPU って感じで、なかなかね、性能もいいんですよ。非常に安い。今ね、お金のない人、初めて PC を組む人、とりあえず組んでみたい人はマジでこれがおすすめ。何よりもおすすめなども、それが Ryzen5の2600。こちらもう起動確認済みなので、はい、こちらが本当非常に優秀なんですよ。で、こちらは一応Ryzen っていうのは2000番台から Windows 11に対応してますので、その点でもいいでしょう。そんでこちらね、性能的にはね、 i5 のね、8500とか、ちょっと曖昧ですけど、そのあたりとね、戦える CPU なんですよ。そんで6500円だとね、かなり安いんですよ。でね、今ね、ちょっと問題なのが、AM4 のマザーが値上がっちゃってるんですよね。ライゼンで今度 AM5 になったんですよ。7000番台からね。AM5 になったので、AM4 のね、ソケット、こういうね、ピン形状。ね、ピン形状の CPU が刺さる AM4 のマザーボードっていうのがね、なんかね、もうね、ちょっと値上がり気味になっちゃって、当時はね、B450 とか、もう1年ぐらい前かな、全然買えたんですよ。5000円以下とかで。普通に中古とかで。で、今見たらなんかね、全部1万円ぐらいになっちゃってて、なんかそう思うとコスパもそんな良くないというか、そんなお安く組めないっていうのもあるんだけど、まあ運が良きゃね、AM4 のマザーも5000円ぐらいで売ってるんで、それとこれ組み合わせたらね、だいたい1万ちょいちょいぐらいで CPU とマザーが手に入っちゃうっていう、ギリギリゲーミング PC としてね、成り立つような CPU なんで、変な CPU じゃないよ、これ全く。本当に。結構いい感じの CPU なんで、いいかなと思って。そしたらね、こちらをね、一応ね、検証というかね、試しにやっていきたいと思います。これで本当ね、十分ね、成り立っちゃうから。これ本当おすすめ。はい。それではね、ちょっと、こちらにね、組み込んでいきます。はい。じゃ、矢印をね、合わせるだけですね。はい。ほんで、パッと。で、こういうシート使います、今回は。これめちゃくちゃ便利なんでね。これ。で、リテール。何でもいいですね、別に。とりあえず。こんな感じ。いいでしょ。で、今回はですね、これ検証のやつなんですけど、CPU は、Ryzen5 2600。で、メモリーが 8GB 1枚、クルシャル。そんで、グラブは 1660Ti にしてます。で、マザーボードが X470 のバイオスターですね。それでは起動させてきます。スイッチ、オン。光るんだ、これかっこいいよね、光って。まあ当然起動はするんだけど、はい、普通に起動してきました。そしたらね、 CPU-Z 見ていきましょうか。はい、そしたらね、 CPU-Z から見ていきましょう。はい、 CPU-Z こうなってます。 AMD ね、 Ryzen5 2600、 65W なんですね。で、 AM4 ね、ソケットがね、12nm で、6コアの12スレッドということ。いいですね。そしたらね、次はシネベンチ R15 ちょっと見ていきましょうか。クリック、こないだやった Ryzen7 3700X がね、2000ぐらいか。今回ね、どんぐらいいくか。 Ryzen5 の2600はね、まあ、Ryzen 5と Ryzen 7比べてもあれなんですけどね。はい。1223。7掛けぐらいだね。7掛けぐらい。まあ、思ったよりは出てる。というか、まあ、こんなもんかなって感じじゃない？シネベンチの R15 はこんな感じ。こちらを見ていただきたい。CPU 性能比較表2022年最新版。
これね、私がよく使わせてもらってるブログですね。PC 自由帳さんの。これ最高ですよ。これね、こんな感じで CPU の性能が見れちゃうんですね。今、現行最大が Ryzen 9 7950X。63531。すごいね。で、最近出たね、インテル13世代の i9 13900 の KF が6035。すごいね、この2つ。6万。ね。で、トントンと下がってきて、i5 の2600がどこにあるかというと、ここにありましたね。Ryzen 5 2600。13036。6コア12スレッド。65W。ここですよ。13000あるんですよ、でも。この比較表のパワーっていうか。1個上が i7-8700 だ。i7-8700 って結構ゲーミング PC 積んでるからね。それが1個下というか、まあ変わんないですよね、ここら辺は。i5 の14400。これ10世代のさ、i5。それとも同等なんですよ、ここら辺は。これ良くないですか？どうです？で、i7 の9700。これもそんな変わんないと13000台で。すごくない？ Ryzen で言うと 3300X より上ですからね。まあこれ Ryzen 3なんで当たり前ですけど。じゃあまあインテルのここと比べられるってのがすごいいいことで、i7 の 8700K と同じぐらいですからね。これが、だってさ、6500円ぐらいで買えちゃうんだから。安いでしょ。ほんとコスパの神みたいな CPU なんです。そういうのをね、これでチェックできるんで、6万はすごいけどね。現行の。で、ちょっと俺が欲しいと思ってるのはこれなんだよね。i5 の 13600K。これ3万なんだ、これも。14コア20スレッド。13世代のさ、インテルの i5 ね。いや、でもここすごいね。ここ強烈だね。上位2個。はい。こういうのね、こういうので見て、どのくらいってので、コスパとかさ、性能とかさ、比較してみてくださいよ。そうすると面白いから、結構。次はまあ一応ね、FF の14、ちょっとやってみましょうか。最高品質のフルスクリーンですね。CPU が AMD Ryzen 5 2600、 でグラボが GTX1660Ti と、ちょっと比較するもの何もないんですけど、一回ねちょっと行ってみます。スタート。まあ順調な感じですよね。 CPU 温度も50度でいい感じだし、まあ普通にこれでいいと思いますけどね。俺はとりあえずね、 PC 組みたいならすごいおすすめ。むしろね、この構成結構おすすめですね。 Ryzen 5の2600に GTX の 1660Ti で、マザーボードは、まあ、AM4 がハマれば何でもいい。5000円ぐらいのマザーボード。で、電源もまあ5000円ぐらいとかにしといて。そら正直さ、すげえ安く組めるよ。まあ、でも4万ぐらいかかっちゃうかな、4、5万は。やっぱ PC のさ、最低ラインはやっぱ4、5万だよね。うん。3万とかになっちゃうとね、どうしてもね、厳しいよね。どんだけコスパよく、お金がないと言ってもね。結構厳しいよね。だって完全にまあストレージっていうのはまあ3、4000円かかるじゃん。絶対 SSD じゃなきゃダメだよ。ストレージは。HDD は絶対ダメ。そう思うとそれがだって3、4000円じゃん。そんでやっぱ CPU もさ、これ最安だと思うよ。これ6500円とか6000円とかって。Ryzen 5 2600ってこれ最低レベルだと思うよ。この辺って超安いよ。で、マザーボードも5000円ぐらいとするじゃん。それだってさ、だってさ、で、電源5000円ぐらい。これも相当安いよ。もうそれで2万じゃん、大体。2万ちょいじゃん。ね。で、ケース。ケースだって5000円ぐらいするでしょ。3000円とかか、最安で。バーサ H17、18とかその辺なら。で、2万5000円。で、メモリ？メモリ16積みたいでしょ。俺は8でいいとかなんか言ってたけど、やっぱし8だとね、8でゲーミング PC とは言えねえよな。っていうところがちょっとあるので、やはり16、5000円まで5000円としましょう、16で。そうするとさ、3万円でしょ。で、こっからグラフィックボード選ぶんですよ。ね、もうすでに3万円なんですよ。こっからグラフィックボード。まあ、いいよ。GTX の970とか、7、8000で買えるんじゃない？そしたら3万円台でいけるよね。あとは GTX1050 買うならやっぱ970の方がいいかな。980になるとね、運が良きゃまあ9000円ぐらいで買えるだろうけど。1060、1060も買えるよね。3ギガの方なら。運良きゃ1万円ぐらいで。そうするとやっぱり4万ちょい。だったら1万5、6千円で1660スーパー Ti 買った方が4万5千ぐらい、それで。これがやっぱ最安なんじゃない？ 4 万円台ってのが。3万円台になっちゃうとね、やっぱね、グラボはかなり落とさないといけなくなっちゃうんだよね。ガクンと5千円落とすと。まあそこはね、自分の懐具合とね、相談しつつ。まあベースとなるね、
グラフィックボードなしならやっぱ3万円ジャストでいけるんで、この構成ならね。私はこの構成結構おすすめですね。まあ何せ、最低ラインのゲーミング PC にはやっぱ Ryzen5 2600ぐらいが妥当だし、ギリセーフって感じ。悪くないよ、全然。ほんで、6コア12スレッドあるんで、普通のこともできるし、ちょっとね、ゲームに弱いんだよね。2000番台のライゼンってね、ちょっとゲームに弱いらしいんですけど。大抵のことはね、こんぐらいね、この CPU でね、ほとんどできちゃうんで、悪くない選択機だと思いますよ。例えば、プレゼントする PC にさ、ね、組んであげるっていうのは、これほんと最適な CPU じゃないでしょうか。いや、これ以上コスパいいのないと思うよ。まあ、あんましいね、グラフィックボード乗せたら、そりゃ、まあ、ボトルネック起こすけど、起こすだろうけど、でも、そんな乗っけないでしょ。だからいいパートナーなんだよ、こんぐらいが。GTX1660Ti ぐらいが。ちょうどいいの、ちょうどいい。はい、出ました。11,687。11,687。いいんじゃない?はい、それではね、FF の15ベンチもやっていきましょうか。スタート。普通にね、できちゃうから、これで。そんでね、ほんと今ね、1660Ti スーパー安いよ。マイニング落ち買って。買ってみ。全然平気だから。ちなみに今これ使ってるやつ、俺が1年間マイニングした GPU ですからね。1660Ti ですからね。全然平気だよ。あのね、マイニングって言ってもさ、工場みたいなとこ。おそらく、なんて言うんだろうな。どっか借りてさ、どっか工場みたいなところ。そんで GPU も100個とかさ、なんかさ、わかんないけど、もっとなの?本当に業者の人がさ、本当にやってる感じ?なんか、そのリモートじゃないけど、その何?ほんと借りてどっかで。っていうのとさ、ホームマイニング。俺がやってたような。軽いやつ。軽いやつのマイニングなら全然平気だよ。ほんと。だって過酷な感じじゃないもん。ホームマイニングって。エアコンだってかけるしさ、部屋に。あと、埃なんかほとんどないし、部屋の中って。そうでしょ?住んでる部屋でやってんだから、家で。で、温度気にしたりさ、いろいろ考えてんだもん。やるとき。しかも GPU だって俺やってたのが6個ぐらいかな、動いてたの。それじゃあさ、そんなさ、熱さ、こもんないじゃん。だからまあ、そういう買うさ、買い方、得な買い方っていうか、まあそうやって見極めるっていうのもあれだけどね、業者なのか、ホームマイニングなのか。ただ俺がその推奨するのはホームマイニングの GPU。どっかさ、その海外の工場から来たやつとか、そういうのはやっぱ良くないと思うよ。さすがに。錆びてんのとかあるじゃん、なんか。ひっといの。白錆が出てるとかさ。ただ完全に錆びてるのとか。あんななんないもん、絶対家でやってると。だからそういうホームマイニング系を探し出せば。全然得だと思うよ。例えば、半年間家でマイニングしてました、みたいな。全然平気だよ。そんなの、マジで。で、今俺 PC を新しく、例えば友達に組んであげるとか、するなら、確実にこの構成でいきますね。Ryzen5 2600AM4 のマザー。GTX1660Ti。スーパー。これ。この3点はもうほぼ決定。だって6000円だよ、CPU。もちろん i3 のさ、12100、10、11、12世代インテルの i3 でもいいけど、それもっと高いもんね。1万いくらするもんね。やっぱライゼンのが CPU は安いよ。3,000〜4,000円。底値から。で、そこそこパワーがある。その癖して。正直インテルだと i5 ぐらい欲しいってなるじゃないですか。ゲームだけじゃないしね。やることって。i3 でいいかもしれないけど。そう思った時にやはり、その6コア12スレッドあるし、Ryzen5 2600ってのは結構いいよね。でね、Ryzen5 3500もいいんですよ。ただあれね、6コア6スレッドなんだよね。落とし穴が。あれのはゲーム性能はいいよ。上がるよ。確か。だから、Ryzen5 の2600の上っていうのは、Ryzen5 3600なんだよね。これは6コア12スレッド。もちろんこっち買えればいいよ。これは今ね、13000とか5000とか、半分で買えちゃうから。Ryzen5 2600なら。だからとりあえずはもうこれ、この CPU 一択じゃないかと思ってます。とりあえずはね。そっからだってパワーアップさせたっていいんだしさ。で、AM4 ってさ、5000番台までカバーできるわけで、CPU にさ、なんか、足んないなと思ったらさ、Ryzen7 5700X とかいけばいいじゃん。だからこれいいと思うよ。俺は6000で買ったんだけど、これ。6000だぜ。安くない ?CPU6000 って。
はい、出ましたね。快適6353。まあいいんじゃないでしょうか。よくわかりませんが。はい、見てきました。どうだったでしょうか。Ryzen 5のね、2600。今ね、今一番安い CPU は多分これです。そこそこできて、安いっていうのは。まあやっぱ安いってやつ。ほんとコスパとかじゃないですよ。安いって CPU は、俺はこれだと思う。Ryzen 5の2600。でもいかんせん、マザーがなくなってきてる。AM4 の。ただね、マザーをさ、探し回ってください。ハードオークなり、ビーチショップなり、ね、中古のいいやつ。中古でいいよ、全然。だからとりあえず、そういう選択肢もあるんじゃないかなってことで。はい。まあそんな感じですね。それでは、バイバイってこと。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。